どう思う、イリアシャ。やはり行者たちと奈落はつながっているんだろうか。だろう、学山人を倒したんだからな。ご無用。まあやんちゃなんですけどね、一見ね。でもやっぱ自分に正直なところじゃないですかね。まあやっぱイネシャが自信を持って生きてるんで、やっぱりイネシャやるときは自分が自分らしくあればいいかなって思いながらやってました。はい、この要するにバランス的にしっぽちゃんがマスコットなんで、一種の清涼剤みたいな、みんながあどうしようどうしようとか真面目な話になってる時もしっぽちゃん見てホッとしてくれるというような。最初登場した時は奈落に利用されて犬夜叉を殺そうと一人で頑張るんですけど、そういうところから入ってたんで、精神的には結構辛い役でした。はい、役の振幅がすごく激しいんですよね。だから真面目にやったかと思うとポッてこけるっていう、不良化したりとか命を落とすかもしれないという宿命を背負っていたりとか、でもスケベだったりとか、その落差が一番魅力じゃないかと思いますけどね。奇境かな。まあでも奇境な、カゴメ自体は奇境の生まれ変わりですから、うん、まあ声的には無理もないし、邪剣か八右衛門好きなんですよ、この二つが。あ、でもそうですね、あとはね、なんか悪い方の役、奈落とか白道寺とか、まあカゴメみたいなヒロインはやってみたいですよね。やっぱりいっぱい喋るし、いっぱい目立つじゃないですか。目立したかったんです。目立したかったんですね。主役やりたかった。主役やりたかった。できれば犬夜叉で、僕は、僕にとっては殺生丸のみです。キキュThe song is emerging! Kagome! イニエシャ声かっこよかったですよ。うん。でもなんかね、やっぱね、イニエシャが英語で喋ってるのって、ちょっと不思議でした。うん。何言ってるか全然わかりません。アメリカ版とかに限らず、なんかこう海外版とかっていうのって、こう自分たちがアフレコしたものをまたこう違う人がやっぱり違う犬夜叉を作ってるっていう感覚はすごく面白いなって。初めて殺生丸を演じた時に、やっぱりどういうふうにやっていこうかなっていう、なんか衝撃っていうか、うん、あ、これかなって思った時がすごく思い出残ってますね、やっぱり自分の中では。琥珀キララサンゴ秘密の花園っていう回があったんですけど、あ、本当にこれが最後だなと思いながら演じたんですが、4年近く旅をしてきて琥珀をずっと追い続けていたんですよ、弟で。やっぱりその琥珀と最後まですれ違ったままっていう切ないシーンが、とてもリハーサルビデオを見てちょっと泣けるなと思って。はい、明るいですよ。明るくて元気ですよね。だからすごく逆に役に集中できずに苦労した時がありましたね。ならば飾らな。ありがとう。お座り。ふや。仲は良かったよね、すごく。みんなこうマイワールドを持っていて、大きくこうまとまってはいるけれども、なんかこう細かいところであまりこうその人その人のやっぱりやり方に干渉しないっていう、だからすごくなんかスタジオの中っていうのも
なんかいいモチベーションのままで、うん、アフレコやることができたかな。まだいるぞ。数が多すぎるんだ。ちぇ、風の傷。飛来骨。風穴。一員でした。この魅力って役をやることになった時に、その原作を読んだら、あ、これは今まで自分がやってきた仕事のこう集大成になるかもしれないっていうことが直感的にあって、実際やってみて確かにそうだった。今まで自分がやってきたこう仕事の引き出しっていうか、そういったものがこう全部こう前に出せたっていうのが、うん、このユニバーシャルの作品をやってとても良かったな。なんか私自身もサンゴと一緒に成長できたような気がするし、見てくださって応援してくださった皆さんからすごくパワーをもらえる作品だったので、とても幸せでした。殺生丸はちょっとあんまり出番がね多いわけじゃなかったんで、でも内容はすごく凝縮された、すごい濃い内容だったんで、すごい楽しかったです。はい、これだけの長い間、飽きずに飽きさせずにちゃんと見守ってくれて、役者をカバーしてくれて、守ってくれて、こんなにいいスタッフに恵まれたっていうのは、イニアショーを4年間やってくれた最大のあれじゃないですかね。うん、役者だけでは作れないんで、スタッフもキャストも一丸となって作ったイニアショーっていう作品が今海を渡ってアメリカっていう国ですごく支持されてるっていう風に聞いてます。それはすごく僕らにとってみても嬉しいことだし、僕らにとってみてもすごく誇らしいことだと思いますし、何よりもやっぱりこう同じこの犬夜叉という作品を通してアメリカのファンの方と、なんかこう日本のファンの方と僕らと、なんかその犬夜叉という作品を通してなんかこう一つになってるような気がして、すごく嬉しいですね。